Yeah. に治っても勝てるかどうか。せめてもう少し、もう少し耐えてくれ。頼む。 これ以上待てねえ。 君は何者だ。いや、聞く必要もないか。そんなボロボロの体で僕に勝つ気。一体なぜこんなにすぐ。フリーザは宇宙の帝王と呼ばれるほどの力の持ち主です。どうかお気をつけて。 やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。それにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。 初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん、絶対に許さん。ドムシケラども、じわじわとなぶり殺しにしてくれる。なんだと。なんだ、まだいたのか。 わらわらと目障りな。いいだろう、貴様らまとめて皆殺しだ。 勝てると思ったのか。勝てる。俺とこいつらの全員でかかればなんとか勝てる。こいつらの戦闘力はどんどん上がっている。そして俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。<笑>何を言い出すか。ジョージさんに触る野郎だ。皆さんを守りながらフリーザと戦ってください。 しかし死にたがりはたくさん集まったものですね。変身しろフリーザ。そこまで死にたいか。いいだろう、私はあと3回変身を残しているんですがね。気にせてやる。私を本気で怒らせたご褒美です。 バカ、いきなり最終形態になるのに。あっ、悟空さんの復活が間に合わない。貴様ら見るものを見せて。まさかお前勝つ自信があるのか。まあな、大した自信だね、ベイジー。今度は死ぬかもね。恐怖のあまり頭が。 今のうちにそうやってニヤニヤ笑って。
ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらず自分はすんなり。戦う気がまるでなくなっちゃったよ。とどめを刺しちゃう。待たせた。ピッコロさん、また何をしてるの。ま、いいよ。ベジータはもう動けないよ。次は踏んで当てるかもね。なかなかの強さだね。部下に欲しいくらいだよ。ピッコロさんが死んでしまったな。地球もドラゴンボールも消えてしまいます。それだけは絶対に避けなければ。でも何かな、君は僕には勝てない。実力の半分も使っちゃいないな。遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。カカロット、あいつだ。フリーザだ。犬のサイヤ人の星、忘れてお迎えしやがった。頼む、フリーザを、フリーザを倒して。ジータまだくたばってなかったんだね。しぶといやつだったね。オラも少し分けてもらうぞ。その残りをオラ、地球育ちのサイヤ人だ。おめえたちに殺されたサイヤ人たちのためにも、そしてこのナメック星人たちのためにも、おめえをぶっ倒す。くだらない。言えろ。すごいやつだね。私もちょっとムッとくたよ。オラもだ。ウォンミアップはこれくらいの人。もう今度は死ぬかもね。そろそろその気になろう。オラもだ。今のは痛かったぞ。おめえちょっと頼まれてくれっか。今からしばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。やるしかねえんだ。元気玉だ。悟空さんは元気玉を使うつもりです。なんとか時間を稼いでください。悟空さんを守りきれば、元気玉を打てれば、きっと歴史は元に戻ります。このナメック星と近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい元気に分けてくれ。君も思ってたよりやりにくいですけど、君じゃあ僕を倒すことはできない。何を企んでるか知らない。おとなしく故郷の星に帰らないと死ぬよ。Yeah!